タージェス。こっちは全ていい感じだ。こいつが実際に動くかどうか試す準備はできたかい？やりましょう。本当に？よし、君のやることは簡単だ。ただそのプラットフォームに乗るだけだ。インスティチュートの信号をスキャンしてロックオンする。それからあれのスイッチを入れて結果を見よう。そっちの準備ができたら準備完了だ。よし、じっとしていて。分子ビームがずれないようにしたいんだ。ところで、これはインスティチュートの情報を集め、彼らの企みを突き止める絶好の機会だと思う。このホロテープには彼らのネットワークをスキャンし、見つけたものをダウンロードするプログラムが入れてある。ああ、急いだ方がいい。あたりでのたくってるチューブは気にするな。そいつはただの飾りだ。よし、インスティチュートの信号をスキャン。高周波をトラッキング。やった、しっかり座ってろ。よくここに来ることができたな。頭が切れるようだ。私はファーザーの名で知られている。インスティチュートは私の指導のもとにある。あなたがここにいる理由は分かっている。二人で話し合いたい。エレベーターに乗ってほしい。あなたが聞いたこと、あなたが我々について思うことを私は想像するだけだ。私はあなたが我々に持っている印象が間違っていると証明したい。インスティチュートへようこそ。これがインスティチュートの現実だ。この場所、この人々、我々がしている仕事。100年以上もの間、我々は人類の生存にこの身を捧げてきた。何十年にわたる研究と数えきれない実験や試験、未来を形作る上で科学がどう役に立てるかについて共通のビジョンができた。簡単ではなかったし、我々の行動は往々にして地上の人々に誤解された。いつの日か、多分我々は達成したことを見せられるだろう。だが今は、地下に潜ったままでなければならない。ここではあまりにも重要なことが多く、すべてを危険にはさらせない。見ての通り、地上の物事は不安定だ。我々にできることについて話をしたい。あらゆる人々のために。だがそれは後でもいい。ここには特別な、非常に個人的な理由でいるのだろう。息子のためにここに来たのだろう。ショーン。あ、そうだ、僕はショーン。ショーン、本当にあなたなの？誰なの？ショーン、私は、ママよ。ファーザー、どういうことなの？何が起きているの？ショーン、大丈夫？どこも怪我してない？どういうこと？ファーザー、ファーザー！シ
丈夫よ、ショーン。ママがここにいる。知らない人だ。あっちへ行って。ファーザー、ファーザー助けて。誰かここにいるんだ、助けて。お願い、ショーン。ファーザー助けて。あなたのお母さんなのよ。ファーザー、ファーザー助けて。話をして、ドアを開けて。ショーン、 S923 リコールコード、シーラス。驚いたが落胆もした。子供の反応は予測と全く違っていた。その子は試作品だ。わかるかね。非常に感情的な刺激の影響を研究し始めたばかりなんだ。広い心で見てほしい。あなたが感情的なのも、ここへの旅が困難に満ちたものであったのも承知している。改めて始めよう。私はファーザー、インスティチュートへようこそ。ファーザー、それが名前なの？称号なの？ファーザーは非公式な称号だ。インスティチュートの人々にとってそういう意味を持つ存在なのだ。息子にとって、ショーンにとって、あなたが親である意味と同じように。どういうことになっているのか、ちゃんと教えて。答えを約束したが、答えは自分で持っているはずだ。だが、これを理解してもらいたい。状況は想像よりもはるかに複雑なのだ。あなたは非常に遠くまで旅をしたし、随分と苦しんだ。息子を見つけるために、その粘り強さと献身は報われた。これだけの時を経て、ようやくあなたに会えてよかった。私だ。私がショーンな。私があなたの息子だ。そんなことがどうしたら可能なの？理解するのは大変だろう。ボルトでは時の経過の概念がなかった。あなたはポッドから放たれ、失った息子を探しに出た。しかし、それから息子がもう乳児ではなく10歳の少年であると知った。それで10年が経過したと信じた。それが10年ではなくて60年だったと認めるのはそんなに難しいことだろうか。それが現実なのだ。それでここに私がいる。インスティチュートに育てられ、今はそのリーダーだ。でもなぜ子供をさらったの？なぜあなたを？ああ、今の問題はそこだな。なぜ私を？当時、2227年、インスティチュートは人造人間製造において大きな一歩を踏み出した。しかしそれは、まだ全く十分ではなかった。科学的な好奇心と完全という目標の追求が彼らをさらに前進させた。彼らの望みは完全な機械だった。そこで彼らは当時最高のお手本を追いかけた。人間だ。歩き、話し、有機的に完全に統合された何でもできる存在。その不気味な科学実験にはサンプルが必要だった。それがあなたをさらった理由なのね。言ってみればそういうことだ。インスティチュートは合成有機物を作ろうと奮闘していた。最も論理的なスタート地点はもちろん人間の DNA だった。当然のことだが、利用可能な DNA は山ほどあった。だがどれも欠損していた。このウェイストランドでは誰もが放射能の影響を受けていたのだ。地上の世界から自分たちを守ろうと試みはしたが、インスティチュートのメンバーも影響を受けていた。他のサンプルが必要だった。しかしその時、インスティチュートは私を見つけた。ボルト111の記録を発見した後のことだ。乳児で汚染前に冷凍され、
連邦の人間全員の細胞を蝕んだ放射線突然変異から守られていた。私はまさしく彼らが必要としていたものだった。そして私の DNA が合成有機物の基礎となり、今日目にする人間もどきの人造人間を創造するのに使われたわけだ。私は彼らのファーザーなのだ。科学を通じた家族なのだ。人造人間、私、そしてあなたが。そしてあなたはずっとこの地下にいたの？そうだ。質問があるのだろう。理解の助けになるのなら、答えられることには何でも答えよう。ケロック、彼はあなたの部下だったの？ケロック、彼は私がここに来るずっと前からインスティチュートの財産だった。そして責任者になるまで彼のやったあらゆる仕事を知ることもなかった。彼がどういう男だったかも。あの男がサイコパスなのを知っていて、それでも奴を利用したの？連邦で自由に行動させるのを喜ばしく思っていたはずはない。だが少なくとも手綱を短く持ってさえいれば、巻き添え被害は最小限に抑えられた。インスティチュートはケロッグの残忍な性格を利用した。それは率直に認める。インスティチュートの技術が彼の命とその能力を伸ばし、普通の人間の寿命をはるかに超えさせた。彼がインスティチュートの仕事を失敗することはなかったが、目的を遂行するたびに残虐性が明らかになった。嘘はつかない。あなたの道が彼のそれと交わったのは偶然ではない。道が重なることで、あなたは、私たちはある程度の復讐を果たせたようだ。あなたの心を慰めるために何か他に言えることがあるだろうか？つまり、あなたがインスティチュートの責任者なの？私は今や実質上の責任者だ。ここに達するまで何十年も費やした。この責任をとても重く受け止めている。インスティチュート、重要な組織だ。実際、人類の未来のための最高の希望なのだ。たとえ地上の人々が我々をどう思おうとも。だけど、責任者？どうしてあなたが？明らかにその地位に最もふさわしかったからだ。私はこの壁の内側で人生を過ごし、インスティチュートの他のメンバーと同じく科学に身を捧げた。懸命な働きが報われたのだ。結局、連邦には我々を恐れる理由は何もない。あなたが何を見たり聞いたりしようと、そのことは納得できると思う。少し時間が欲しい。あなたの心を慰めるために何か他に言えることがあるだろうか？今はもう十分聞いたと思うわ。いいだろう。インスティチュートはあと少しで重要な進歩を遂げるところだ。あなたの存在は私たちがそこに達する上で評価されるだろう。私はここでは驚くべきことの一部だった。自分自身とインスティチュートの人々のために生命を作り出す手助けをしてきた。そして今、長い年月を経て、あなたもそれを手助けする機会を得ている。そそられないだろうか？それこそあなたのやりたかったことなのではないか？多分、わからないわ。突飛すぎて飲み込めない。理解できるし、気の毒に思う。短時間にあまりにも多くのことを経験してきたのだから。インスティチュートは地上よりも良い生活を提供できる。あなたは連邦を旅し、どんな様子なのか見てきた。私たちと過ごす方が幸福なのは保証する。あっちはいろいろとひどいことになっているわ。自分でも見たから分かっている。
ここで自分たちの快適な生活を作り出すのに熱心な理由はそこにある。そして今、あなたもここの生活の一部になれる。私が聞きたいのは、インスティチュートに私にチャンスをくれないかということだ。話してきたことを証明するチャンスを。我々は本当に人類を心から思っている。そのチャンスをくれるのか。わかったわ。ありがとう。インスティチュートは今、私の家であると同時にあなたの家となった。どうか時間をかけて馴染んでいってほしい。一緒に働く人々に会ってもらえないか。部長たちに自己紹介するといい。設備部のドクター・フィルモア、SRB のドクター・アヨ、それからバイオサイエンス部のドクター・ホルドレ、最後にアドバンスシステム部のドクター・リー。もちろんあなたの到着は知っている。彼らに会って、それから次にやることを話し合おう。ショーン、人造人間の件だけど。子供のことか。実際のところ期待できるプロジェクトだ。もちろん解決すべき問題はあるが、驚くほどの進歩を遂げている。いろいろな意味で奇妙な選択に見えるわ。そう見えるのは理解できる。以前は、いや今も新しいことだからな。新しい発見は常に歓迎されるものだ。近いうちにオンラインに戻すつもりだ。またあの子と交流する機会もあるだろう。だが正直興味があるんだ。子供を探す親、私の若いバージョンを探す親としてどう思う？あの子を愛せると思うか。本物の息子を愛するよ。人造人間はいらないわ。本物のショーンを見つけたから。ああ、だが探していたショーンではない。ある意味人造人間の方が探していたものにずっと近い。あなたが感じていること全てがわかるとは言わない。だがほんの少しでもあの子の存在が役に立つのであれば、心を広く持ってほしい。もう一息、プライマリー駆動サーボを閉めるだけ。ノクさん、失礼します。この子たちのほとんどが理論上の寿命をとっくに超えているんだから、ね、いいかな。なかなか丈夫に作られていると思う。私はアリー・フィルモア、インスティチュートのチーフエンジニアだと思ってくれればいいわ。あなたの話を神父から聞いたとき信じられなかった。大変な経験をしてきたので。波の人なら絶望しそうな。差し支えなければ教えて。何があなたをここまで支えてきたの？息子を見つけ出し、守ってやりたい一心だった。息子さんが見つかったからには、立派な男に成長したと自慢できるといいわね。さて、これから施設部門について手短に説明して、その後で質問があったら何でも答えるわ。ご想像通り、私たちはインスティチュートの機械と電気のシステムがちゃんと動くように保守しているの。この場所みたいに働いて暮らせるように、
システム全体のメンテナンスやアップグレードをしている。この壁の裏には機械がたくさんあって、空気や水をリサイクルしたり、研究所やコンパウンドに電気を供給したりしているわ。他の部門ほど刺激的な仕事ではないかもしれないけれど、少なくとも大事な仕事ではあるわ。ここにいて神父について話しているということは、あなたも仲間なの？誰の仲間でもない。仲間じゃない？それなのにここを嗅ぎ回っている。誰かに見つかったら怪しまれるわ。ここに残らないつもりなら余計な真似は慎んだ方がいいわ。何か企んでると思われたくないでしょ。それとショーンともう一度話してもらえないかしら。あなたが残ってくれるか心配しているわ。施設部門について知りたいことがあったら喜んで話すわ。これだけの場所の電力を賄うのはかなり大変でしょう。もちろんよ。ありとあらゆる貴重な電力をできる限りかき集めているわ。電力を補充するのに役立つ技術を長年にわたっていくつか学んできたの。必要とあれば地表のえりすぐりの供給源からも入手できるわ。もちろん必要な分しか拝借しないけれど、幸いにもアドバンスシステムは常に新しい方法でエネルギー量を増やそうと取り組んでいるわ。これも素晴らしいでしょ。需要は増す一方だから分子分解装置を一度使うだけでどれだけ消費するか知りたくないでしょ。確かにそうだ。それでも第三世代の展開が待ちきれないわ。これでよし、終わった。さあ仕事に戻って。いつになったら謎のフェーズ3について教えてくれるんだ。話せないのは知っているでしょ。彼女は2時間以上もいる。何のテストをしてるの？何も、お遊びでやってるだけだ。あら、なんて生産的。睡眠は本当に時間の無駄。もっと効率的なプラズマ放射器の設計をしている方がずっといいわ。失礼だけど、ドクター？あら、来たのね。ええ、あなたが誰だか知ってるわ。みんな知ってる。あなたがいればファーザーは大喜びでしょうけど、こちらの仕事の邪魔にならないといいわね。心配しないで、邪魔はしないと約束する。ありがとう、感謝するわ。ああ、忘れないうちに。あなたのピップボーイを見せて。コーサーのチップをインストールするよう言われているの。ファーザーの命令でね。これで自由な行き来が可能になる。転送装置を使ってインスティチュートに出入りできる力を得たの。ありがとう。いつか役に立ちそうね。転送装置はインスティチュートにアクセスする唯一の手段。それを考えれば役に立つという表現はいささか控えめに過ぎるわね。ことの重大さが伝わってないと困るから言うけど、ここでその類のアクセス手段を持っているのはあなただけだから。少なくともファーザーのあなたに対する信頼のほどを証明してくれるはず。もう他に用がなかったら私は持ち場に戻らせてもらうわ。今は結構。感謝するわ。分かったわ。子供型の人造人間のプロトタイプ。Ah, yes, hello. I was informed of your arrival. 不要なエネルギー消費は最小限にすること。プライマリーレベルが 2% を切るまでチャージ。ようこそ。来てくれて嬉しい。これまでうんざりするのが決めたから何
何も見なくてそうだった。それでも実際に言うわけです。一緒に働けるのを楽しみにしているわ。規則はご存知でしょう。許可された人員のみです。で、ドクターアヨは状況報告、全機能正常。ロボット工学部門へ乗り込んで尻を叩いてけしかけようと真剣に。油断はしないように。敵は標的パッケージのアップグレードを依頼したのに渋ってなかなかやろうとしない。フォーサーを何人か同行させた方がいいかもしれない。メッセージを送ってくれ。やめて。ただでさえドクター、あちこちの部門といろいろ揉めているのに。 SRB 局長代理のジャスティン・アヨだ。率直に言おう、もうしばらくの間お前を監視するつもりだ。ファーザーとの関係はともかく、お前には少し計り知れないところがある。分かってくれただろうが何も問題はない。そうだ。それはじきに分かるわね。やれやれ。SRB の概要をお前に簡単に説明しろとファーザーから頼まれた。最大の任務は逃げ出して地表の人間たちの中に紛れ込んで人造人間を回収することだ。なぜ人造人間は逃げ出そうとするの？人造人間に望みなんてものはない。外見は人間かもしれないが機械に過ぎない。逃げ出した理由については目下調査中。回収作業の主力を担っているのはコーサーだ。第三世代の人造人間で地表任務を担当している。コーサーはインスティチュートから逃げ出した人造人間を追跡回収する。自己完結性が高く、追跡潜入戦闘に能力を発揮する。早い話、えげつない性能だ。とはいえすでにコーサーに出会ったから、こうしたことは全てご存知と見える。実際どうやって倒したのかぜひとも知りたいところだ。幸運に恵まれたみたい。幸運でもそううまくはいかない。生産ライン全体の詳細な分析をロボット工学部門に頼まないといけないようだ。もともと問題がないわけではないし。さて、他に用がないなら仕事に戻らせてもらおう。今は結構。感謝するわ。それはよかった。会えてよかった。今日は元気かい？調べ物は山積み。時間はわずかよ。まだ見ていない。ドクター。どうしてはようこそ。よく来てくれた。バイオサイエンス部長。ドクター・クレイトン・ホルダー。どんな子供であれ、我々の仕事ぶりを見せたくて。上であれだけ生き延びられるのは奇跡だ。腰を抜かすよ。例えばどんな？それを今から説明する。バイオサイエンス部門は名前の通り、植物学、遺伝学、医学などを専門に扱っている。最も大事な役目はインスティチュート全員の健康と幸せを守ることだ。そのために特殊な品種改良を施した植物を栽培して食料や薬に利用している。人造動物の研究さえ始めている。あのゴリラを見ただろう。現時点ではペットに過ぎないが、それでも驚くべき可能性を秘めている。あのゴリラも人造ということ？その通りだ。君の反応ぶりを見る限り、彼らを生き物のように見せる仕事は成功している。この計画はまだ初期段階だが、将来性は興奮に値する。時間をだいぶ取ってしまったようだが、これだけは聞かせてくれ。仲間に加わるか決めたか？専門的なことはよくわからないけど、それでもここに居場所はある？科学に興味がなくても貢献する方法はいくらでもある。プロジェクトによっては
地表で観察や情報収集に動いてくれる人材が必要だ。聞いたところによると有能で怖いもの知らずだそうだな。この地の仕事に理想的だ。いずれにしろまだいろいろ見て回りたいだろう。あるいはお望みならどんな質問でも喜んで答えよう。今は結構、感謝するわ。ではお大事に。ドクター・ホルドレンの人造ゴリラ計画が良い結果を出しつつある。あのフォーサー全部を廊下にうろつかせないといけない。